リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。はい、今日はですねこちらのガチャガチャを改造していこうかなという動画でございます。知ってる人はね知ってると思うんですけれども、うちには実はガチャガチャがあって、上の段と下の段っていう感じであるんですけれども、実はこの下の段ハンドルがないんですよ、最初から。なのでもともと使えるのがこの片方だけなんですね、どっちにしてもっていう状態で、片方は空いている状態だったので、この空いている方をケージとしてね改造できないかなと今考えております。でただね、この辺のパーツが邪魔なのでこの辺を避けてっては思うんですけども、ちょっとねネジをちょっと分解はしてみたものの、それ以上は動かせないという状況だったので、ちょっと無理やり、ぶっ壊す形ですね。分解ではなくて、もう破壊になりますね。基本的にはノコギリなどを使って中のものを切って、平らにねまずできるようにっていう形になるかなと思っております。まずはね、こちら改造進めていきたいと思います。はい、では改造進めた後の動画をこの後多分入ると思います。では一旦ここで、はい、ということでここまで来ました。はい、今ねこんな感じで人工芝まではね引いた状態になります。で掃除をしやすいようにね今これから細かいところを組んでいく形なんですけど、下はですね実はこういう感じで床が置いてあって、その上にこれが置いてあるっていう状態で、であとパネルヒーターがね下に隠れてるんですけれども、かなり平らな状態になっていて、脱走できるところは特にないです。はい、密閉な状態にはなってるので、密閉というか、まあ、穴がないような構造にはなってるので、特に逃げ出すということはないかなというところでございます。であとはね今ちょっとこの手前に引いた人工芝のここに切り込みを入れて、ここにはまるようにねちょっと調整しようかなっていうところでございます。あとは実際レイアウト中にね組んでいってっていうところですね。で先ほど試してみたところ、このケージ自体はそのまんま入っちゃうっていう状態でした。こんな感じでね、ただなんかガチャガチャのねこの中にケージインしてそれをねただっていう風にするのはちょっと微妙かなと思ったんで、もう中自体改造した形になります。で、中はですねちょっとすぐには壊せなかったので、切った状態ですね。これはハンダゴテで一回穴開けて、ライン取りをしてからノコギリで切りましたとかっていう感じで、下のところはねこういう感じで強引に切って平らにした状態になります。なのでもう後戻りはできないですけれども、そもそもこっちハンドルがないので、まあ別にねぶっ壊れてても関係ないでしょうっていうのが私の見解でございます。はい、あとまあこのガチャガチャ自体売ることとかもないので、考えてないので、うちのオブジェクトとしてね置いてるので、まあ下は完全改造でいいでしょうというところでこのような形になっております。はい、あとはねちょっと中のレイアウトを実際組んでいって、どうなるかっていうところでございます。じゃあレイアウト組み終わりましたら、またそちらの動画をこの後に。はい、ということで先ほどまで撮っていた動画のね続きになりますけれども、はい、完成いたしました。ということでガチャガチャのね中身を改造してケージにし変えました。でケージのレイアウトとしては元々のレイアウトに畳を追加したのと、後ろのところに観葉植物を追加いたしました。であとは元々ね小さいこちらのケージですね、こちらのケージでやっていた時だとうんちをね覚えた場所があるんですけれども、うんちの場所はちょっと角のところに置かせていただきました。これで覚えてくれるかなっていうところではあるんですけれども、覚えてくれたら幸いですね。じゃあちょっと実際中身見ていくんですけど、このガチャガチャのこの上の部分なんですけど、これその研究開発用に使ってたやつらしくって、もらったタイミングから本当はここ鍵をねガチャッと開けて
開けれるんですよ。なんですけど、ここの鍵の部分とその止める器具がついていないので、物理的に上をねこんなクリップで止める形です。でこのクリップはグリップがねしっかりしてるので取れることはないかなというところです。なのでこの上にねグリップをこんな感じでつけて、やっております。で下の部分もね、あの下これ実は隙間がほとんどないので、ここからねレオパが出ることもありません。うちのロペ様とねルフ様が出ることはありません。はい、っていうところでございます。で下の部分はですね、あのガチャガチャのハンドルないっていうお話してたんですけれども、ハンドルない部分は、暖房のなんかこのテーブルがねあったんで、これ貼っ付けておきました。じゃあ実際中身見ていきましょう。でねこれここをねガチャンと取ることができるので、この状態で取ればメンテナンスもしやすい状態ですね。で、下の部分にはですね、ここにヒーターがあって、ちらっと見せますと、はい、こんな感じで下は絨毯、あの100均とかで売ってるねあの絨毯みたいなやつがあって、下にパネルヒーターが引いてあります。でこれ自体もね、あの人工芝自体も取って洗えるように、丸洗いもできるようになっております。はい、っていう感じですね。で中身のケージはほとんど今までのレイアウトとは変わっておりません。なので、まあ、シェルターがあってオブジェクトがあって、うんち、ね、してくれるか分かんないけどっていう場所があってっていう状態になってます。あとは後ろにねちょっとだけ観葉植物を置きました。はい、こんな感じになりますね。あとは実際使ってみてうんちを覚えてくれるのかっていうところとかって感じですかね。あとオブジェクトに関してはあのレオパの生活上は特にあれ必要ないので、私がただケージのレイアウトとして入れてるだけになるので、まあ、なくてもいいかなっていうところですけど、まあある方がねちょっと和風な感じでいいかなという状態でございます。はい、ということでね、あのガチャガチャの中身を改造して、飼育ケージになるかっていう動画だったんですけれども、いやー飼育ケージにねなりましたね。いやー、それはもう良かった限りでございます。ちょっとねこの調子で飼育進めていって、問題がないかっていうのはね、あの日々観察していきたいなと思います。ということでね、本日は、ガチャガチャの中身、レオパのケージにできるかという動画でございました。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok の、そちらのフォローですね、よろしくお願いいたします。また過去にね1000本ぐらい動画上がっておりますので、よかったらね暇な時にでも見てみてください。あとよろしければねコメントいただけますと、嬉しいので、ぜひともねコメント何でもいいです。なんかいいケージだねみたいな感じでもいいですし、可愛いねとか、そんな本当感想コメントで構いませんので、よかったらコメントと高評価押していってください。ということで、それでは次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。はい、ということで数日使った後の動画、最後に差し込みしておこうかなと思います。はい、実際使っていって今変わったところっていうのは、手前のところにねあのレオパのフィギュアを置いたことと、あとはあの下の部分ですね、この部分ですねをより平らにするために、木の板を中にはめ込んだりだとかっていう形になってます。ちょこっとだけそれ見ていきましょう。ただこれ外すと、あのキッチキチに作っちゃったので、ちょっと外しにくい、あの入れにくいんですけれども、こんな感じで木の板があって、これブックエンドですね。100均とかに普通に売ってるブックエンド、あの立てておくあれね、なんですけれども、それがこんな感じでね入っていて、で奥にパネルヒーターです。で作ったばかりの時の動画ではシェルターがですね、あのシェルターではなくて黒いシェルターがねあの入ってたと思うんですけれども、ちょっとねあの余ったあのシェルターを実はセーブシシバナヘビのねうちのサナちゃんのケージに入れてたんです。あ、うまくはまんないんで、これ後ではめますね、まあ、片手じゃいけないちょっとねこんな感じでキチキチになってるんで、今片手ではまるかなと思ったんですけど、はまらないので後で直します。はい、でここはあのほらあれね100均とかに売ってる、ウォールステッカーを、半分だけ貼って、まあ隙間がねちょっと中の機械構造が見えちゃうので、なんか見えるのダッサいなと思って上からかぶせております。はい、
で、あとは奥にねシェルターと、まあ、ちょっとステッカーを貼りました。あのレオパのステッカーと桜のねシールがちょっと貼ってあります。で、あとアンモナイトのね化石がちょっとここにちょこっとだけ追加でね置いてます。あの別になくてもいいと思うんですけど、レイアウトとして置くのいいなと思ったのと、あのうちにドンと置いてあっただけだったので、ちょっとここに入れてあげようかなと思って入れました。はい。でシェルターはこれですね、セブシジバのヘビの方はこっちのシェルターにしてあげて、ちょっとあのシェルター、あっちの方のウェットシェルターだと、なんだろう、結露がすごくしやすかったんですね。こっち陶器なんですけれども、あっち陶器じゃないので、あっちの方がね、湿度を保つのにはすごくいいんですよ、シェルターがね。で湿度を保つにはすごいいいウェットシェルターなんですけど、湿度高すぎて、こっちだとこれ結構ちっちゃい密閉のねケースなので、するともうこの辺が結露しちゃってびちゃびちゃになっちゃったんですよ。なので陶器製のものだったのとあっちのやつを交換して、こっちの結露しにくくっていう風な形で変えました。はい。で今中にはね、ロッペ様とルフ様がいますね。ロッペが寝てて顔が見えてるね。あ、ちょっと目開いてるわ。なんすかって顔してるね。はい、っていう感じですね。で数日使ってみてなんですけれども、特に問題なくって感じですね。で、まあ今出しちゃいましたけど、水容器と、まあ畳は本当オブジェクトとして置いてるだけですけれども、逃げることもないですし、保温状態もかなりいいですね。パネルヒーター1枚しか入れてないんですけれども、そもそもこの中の温度が外に逃げにくくなってるので、だいたい24度から24度ぐらいかな。下回ってても20度を切るっていうのはこのケージの中で今のところ見たことないですね。だいたい低くても23度か24度かな。でちょっと高い時、まあ、暖房つけたりとかしている時だと、それでも27度ぐらいをキープしているケージになります。まあ簡単にね真似してみてくださいでできるようなケージではないとは思うんですけれども、かなり面白いケージにはなりましたし、まあ、改造はちょっとめんどくさいですし、改造がめんどくさいだけじゃなくて、まずガチャガチャ手に入れるっていうところから始まるとは思うんですけれども、私的にはかなり面白いケージになったなっていうところでやってます。掃除自体もそんなにめんどくさくないですし、っていうと片手でやる分にはこうやって剥がしちゃったら、これちょっと隙間がね本当にここ指入んないんです。ほらグッてやるとちょっとわかるかな。こんな感じでね、隙間が本当何ミリ3ミリ4ミリぐらいしかないのかな、ここだから、こううまくねこうスッてはめていかないとならないんですよ、この人工芝をね。あ、今ハマったね、今ハマったけど、これゆっくりこうやっていく感じで、なんだろう、精密動作がね求められるケージ構造にはなっているので、あ、はまったはまった、これ片方だけはまったけどもう片方はまってないんだよね、これね。だから精密動作がねこれちょっと求められるんですけれども、あ、はまったっぽいぞ、これ。お、片手でもいけるかも。あ、いけた、お、いけた、いけた、はい、っていう感じでね、キチキチに作ってしまって、でこの辺がねパネルヒーターでちょうどあったかいっていう状態なんですけれども、あら、ごめん、出てきちゃったね。はい、そんな感じにのケージになって、構造自体もかなりいいですし、掃除自体もねそんなしにくいものではないので、うんちされてもって感じですね。実際うんち入れ、あそこでうんちしてほしいなっていうのでケース入れたんですけど、ちゃんとあそこでうんちしてますね。あれ尿酸が置いてあると思うんですけど、あれ白いの尿酸って言って、この子たちでいうところのおしっこです。私たちで言うと、まあ、普通のおしっこ。おしっこはね、この子たち尿酸っていう白い塊出てるので、ちゃんとあそこにしてくれてますね。で、匂いとかもね、この中そんなに気にならないですし、ケージとしては私は十分かなと思っております。はい、というところでね、こんな感じでございます。ちょっと最後のところにね、差し込む形になったので、最初の動画では、最後のこの動画の前にねチャンネル登録お願いしますみたいな感じ入ってると思いますが、ぜひぜひお願いいたします。ちょっとねせっかくなんで数日使った後の動画もね差し込んでみようというところではめてみました。はい、
ということでね、本日の動画は以上となります。はい、よろしければチャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタグラム、TikTok やってますので、そちらのフォローお願いいたします。ということで、改めまして以上、リンとでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リンとでした。バイバーイ。